パリ五輪体操女子団体、予選、28日、ベルシーアリーナ、団体で1964年東京五輪以来60年ぶりのメダルを狙う日本女子は初代表のキシリナ、16、イコール戸田市 SC イコール、岡村新、19、イコール総合区イコール、中村春香、16、イコール南北区イコール、牛奥小馬、19、イコール日体大イコールの4人で臨み、合計162、 196点で予選5位となり決勝進出を果たした。写真、揺れるポニテ選手を笑顔で迎える戸島コーチ眼差しが優しいまま全員10代の選手たちを支えたのが戸島、旧姓、菅原、コーチ。選手が演技を終えると両手を広げて抱きしめたり、満面の笑みで称えた。その光景に視聴者も、戸島リサさんに泣かされてしまう、戸島りさコーチ、泣きそうと反応した。 豊島コーチはアトランタ五輪の代表で、故障も重なり1999年に現役を引退。コーチ留学を経て現在は NPO 戸田スポーツクラブで更新の指導に当たっている。同ホームページでは2児の母親として育児に奮闘しながら、強く美しい体操をテーマとして育成に力を注いでいる。直前合宿中にエースで首相の宮田翔子の飲酒、喫煙が発覚し、 電撃帰国の末、代表を辞退。怪我、病気以外による補欠からの繰り上げができず、4人で挑む異例の辞退となった。厳しい戦いに挑んだが、生き生きとした演技で予選突破を大きく手繰り寄せた。騎士は、初めてっていうぐらいいい試合ができた。落ち着いてできたのはすごく良かった。跳馬、着地止まった瞬間、良かったと、コーチからは、よくやってくれた。 ありがとうと言ってもらえた。いつも通り落ち着いた演技ができたらと語り、豊島コーチにも感謝の思いを明かしていた。